はい、というわけで皆さんこんにちは、水中家庭教師でございます。本日もですね、今回もですね、僕の恩師である園田コーチにお越しいただきましてお話を聞いていきたいと思います。確か初めて収録したのが去年の12月でしたかね。もうおかげさまで、もうそんな経ちますか。1周年でございます。やったというわけで、本日のテーマに早速も移らせていただきたいと思います。はい、さ、ちょっと提案もあるんですけど、はい、過去の動画見たら、はい、ルイコーチの方ばっかり見て喋ってて、これ見てる人どうなのって思ったんですよ。はい、おっしゃってますね。どうですかね、その辺。確かに、じゃあ僕はあっち行きましょうか。かといって、そのルイコーチのチャンネルなのにルイコーチが映らない動画ってどうだろうっていう部分があって、多分ちょっとね、悩みどころなんですけど。この動画を見てくれてる方は、多分妻の子の話を聞きたいという方が多かったと思いますので、ちょっと、じゃあ試しに退場してみます。そうしますか。はい。あっちで、あっちに。カメラの方にいてくれれば、僕はルイコーチに喋ってるつもりで、カメラの方を向けるという。そうです。じゃあ僕はカメラの近くに座りますので。ちょっとこうやって喋ると、なんか一人ごと喋ってるみたいで変ですよね。まあいいか。確かに。はい。よし。ではでは、ちょっと気を取り直しました。はい。本日ちょっと喋っていただきたい内容が、大人になってから真剣に水泳を始めた人がまず最初に意識して練習した方がいいポイントについて。すっごいピンポイントできましたね。はい、確か前回コロナの時は練習量とかその頻度についてのお話をされたと思うので、はいはいはい、できれば今回そのより技術的なものについて喋っていただければと嬉しいです。あくまでもその、水泳をやってなかった人の話ですよね。私はここに。はい、まず五郎さんの話になります。始まりがいろいろあると思うんですけど、大人になって水泳始める方とか、スポーツクラブ行く方、大体健康のためとか、ダイエットも含めてですね、始められる方が多いと思います。で、医者からも、特に膝とか、腰に負担がかからないから、プールで歩くといいよとかいう形で、始められる方が多いと思うんですけど、やっぱ歩いてるだけって非常につまらないですよね。僕の父親も一時期、医者に言われて水中ウォーキングずっとしてたんですけども、もうその楽しみが何キロ歩いたしかなくなっちゃって、で結局つまんなくなってやめて、でその水中運動の方で、いろいろ講義とかやられてる、今野先生、僕前からお世話になってるんですけども、この今野先生と話してた時も、すぐにこう壁というかゴールが来ちゃって、結局来れなくなったら始めた意味がなくなっちゃうんで、いかにその水中ウォーキングから泳ぐ方向につなげてあげるのが大事か、そこを考えられる指導者になりなさいっていうお言葉をいただいたことがあって、ただ歩くだけではなくて、歩きながらクロールの手をやったりとか平泳ぎの手をやったりとか、そういった形で、手で水をかくことをね、歩きのところに入れていくことから、泳ぎにつなげてあげるといいということを、考えてですね、指導させていただいてましたけれども、継続は力なりですから、まず継続することが一番です。生まれる前から、言い換えるとマタニティから、高齢者まで、ね、ずっとできる唯一のスポーツが水泳です。なので、水泳は長く続けてこそ意味のあるスポーツなので、まず長く続けることが一番大切なんですね。で、その長く続けるために前にお話しした、その行けるときにいっぱい行って嫌になって減っちゃうよりは、体8分目じゃないけれども物足んない状態でやめてまた行きたいなを繰り返すことが大切なんだと思って、前回頻度の話をした。で、今度その次の段階ってなった時に、故障しないことが一番大切です。
だから無理してバタフライ泳いで腰痛めましたとか、負担のかかる動きをしているのにクロールをいっぱい泳いで肩痛めちゃって泳げなくなりましたとかってなることが一番良くないので、そこを避けると。だからまあ長く続けるために故障をしないがまず第一に大事。じゃあ故障しないための、動きって何なのっていうことを、しっかりと勉強して、まあ、こういう動画でもいいですし、教わってるコーチとか、泳げる方に聞くとかも含めてですけど、故障経験者から、学ぶことはたくさんありますし、基本的に故障をするっていうのは、無理な関節とかにですね、無理な負荷がかかった状態で動かすので、故障しますから。ただ体8分目とかで頑張らない、がむしゃらに泳がなければそんなに故障をすることも逆にない、まあ、指導者からすると、泳いでる方の顔色とかを見て、あ、これ頑張りすぎてたらちょっとあれだなと思ったら、説明を長くしたりとかちょっと止めてあげたりとかっていうことをやるといいと思うんですけど、顔がカッカ熱くなるような状態で、続けると動きが悪い場合は故障することが出てくるので、ポカポカぐらいでとどめることが、体に優しい運動量、運動強度だと思います。じゃあ負担ない動きって何なのってなった時に、当然姿勢が正しくないとまず体がうまく使えなくなってくるのと、あとはその自分の体のこの前面を使って動く、だから自分のこの左右を振った範囲で動かしてあげる分にはそれほど関節に負担はかからないけれども、これよりも後ろに行った状態で何かを動かせば当然どこかに負担がかかる。いうことで、そのバタフライとかクロールとかで肩痛める選手はだいたいこう左右を結ぶ線よりも肘が高い状態で持っていったりとかっていうことがものすごく多い。そういう意味で体に負担がない動きっていうのを、でそれをできてるかどうか、まあ一緒に練習される仲間とか教わってるコーチとかに見てもらってやると、故障しないと。いうことになると思うんです。先生じゃん。はい。先生、質問があります。はい、いいこと。水泳の練習って必ずクロールからやるのがあるんですか。スイミングスクールじゃなくて学校水泳の家庭の中にクロールが最初に来るんですよね。はい、で。今でこそスイミングはクロール、そのキックの後クロールってなってますけども、昔はそれこそ僕が子供の時とか、だから昭和40年代に、要は東京オリンピックで惨敗をした、でアメリカが強かったのはエイジグループ、ジュニアから強化してたからだと、そこを日本もやらなきゃいけないと言って、当時の大先輩コーチたちが、スイミングスクールを始めていった。その頃は、背泳ぎから始めることが多かったと、僕はちょっと自分ではやってないんでわかんないですけど、そういうふうに聞いてる、まあ聞いてます。でそれは呼吸動作がないから呼吸の確保ができるから、だから背泳ぎから始めたっていう、話だったんですね。で非常に素晴らしい考えだと思うんです。だから背泳ぎが泳げたら、ある程度練習量を確保した状態で次の泳ぎを練習することができるということになってきますので、クロールからじゃなきゃいけない理由はないんですけど、だけどその学校がクロールからだから、なんか水泳はクロールからやるもんだみたいなね、植え付けられちゃってるというか。でも本当は背泳ぎの方が
浮くことも覚えられるし、ただ、自分の進行方向が見えないとか、過去の動画にもあったと思うんですけど、顔に水がかかるのが嫌な気がするとか、鼻に水が入ると痛いとか、そういったことの弊害が逆に背泳ぎの場合は強いので、背泳ぎも正しく、過去にこうして背泳ぎが泳げるようになったみたいなタイトルの動画があったと思うんですけど、はい、ああいうのをちゃんと理解した上でやれば、背泳ぎを先にやった方が僕は好きですし、確かその時の動画でもお話してますけども、バタフライのキックも平泳ぎのキックも、それを直すためのドリルで必ず背面キックがあるわけですよ。ちょっと背泳ぎの、少なくとも背泳ぎのキックが上手に、っていうか背泳ぎの浮く姿勢がちゃんとできてないと、平泳ぎのキックもバタフライのキックもうまく直んない可能性があるというふうに僕は思ってるので、背泳ぎをおすすめしたい、個人的には。はい、で、ただその、じゃあなんで平泳ぎとかバタフライが先じゃないのって話になると、人間が陸上で移動する手段として歩くという行為がありますけども、その歩く動きに近いから、前に歩くのはクロールで、後ろ歩きが背泳ぎで。だから、その進むということに対して、一番、その水泳に慣れてない人の頭が対応しやすい。だからクロールとか背泳ぎを先にやるべきだというふうになって、平泳ぎはどうしてと、でただ平泳ぎを泳げるようになりたいという人が多いのも事実なんですよね。そうです。で、平泳ぎが泳げるようになりたい人って、僕の嫁さんがあんまり水泳得意ではないというか全然得意じゃないんですけども、平泳ぎが楽だって思ってるんですよ。大きな間違い。平泳ぎが一番苦しいですか一番進まないですか僕のブログにも書いてあるんですけど、平泳ぎが嫌いだっていうタイトルで書いたことありますけど、僕自分も平泳ぎが苦手なんで、本当に平泳ぎ前回かなんか、ルイコーチの動画で伸びる泳ぎがなんとかってなったと思いますけど、伸びてる時間息止めなきゃいけないんですか。こんなに苦しい泳ぎはないんですよ、本当は。と、アンチ平泳ぎとしてですね、ルイコーチが平泳ぎの選手なんで、あえて言いますけど、平泳ぎが一番辛いです。進みません。で、みんな間違えてますから。あんなにしんどい泳ぎないですよ。平泳ぎの選手だってレース終わってすぐに少し流そうとしたときにほとんどの人が背泳ぎを泳いだりクロール泳いだりします。それぐらい平泳ぎ苦しいっていうふうに思ってるので、だから苦しくない泳ぎとしてクロール背泳ぎをおすすめですけど、子供でスイミングスクールに通うわけじゃないので、大人の方がプールの中で何かやりたいと思ったときには正しいコーチに教わるという前提で何から教わっても、泳ぎのつながりが必ずありますので、何からやっても必ずできるようになります。はい。自分の意見を混ぜつつ、で最後は正論で、はい、まとめました。ありがとうございます。はい、自主練をする、水泳始めたばっかで、いろんな人のレッスンに入れる中で、自主練をするときに何を気をつけるか。はい。自主練習の一番怖いのは、コーチに教わったことと違うことをいっぱいやってしまうってことなんですね。例えば、1週間に1回1時間教わったとして、その間に例えば3回練習したら自主練習の方が多いわけじゃないですか。で、その自主練習の時に教えてない動きをいっぱいやられちゃうと逆に悪い癖がついちゃうし、良かったものも崩れる危険があるんですよね。自主練習はできるだけできることしかやらない。新しいことに挑戦は絶対にしない。で、あと特に多いのが、
クロールの息継ぎとか、なんかは僕がもし担当させてもらってたら、もうちょっと上手になるまでは自主練習では息継ぎはしないでくださいって言います。すごく重要な動きなので、はい、そこで悪い癖がついちゃうと今度直すのにさらに時間がかかってしまいますから、自主練習をするんとしたら何をしたらいいですかって教わってるコーチに聞くのが一番いいと思います。そうです。これはもう上手なんでどんどんやってください、あこれはまだ覚えたてなんで崩れると困るんで1週間我慢してくださいっていう話になるはずなんですよ。でもしそれがいないコーチはコーチとしてちょっと点なんで、はい、ぜひ、そういう形でコーチと相談しながらやられた方がいいのかなと。であとは自主練習に関しては以前にもお話してますけれども、もういっぱいになる前に物足んない状態で絶対やめる。でその代わり1回は少ない短いかもしれないけれども、2時間券だから2時間やるって考えはやめて、はい、1回はもう30分でもいい、逆に何回も来た方がいいです。疲れてない状態でフレッシュな状態でやった方が上達するんで、2時間券買ったのにっていうふうに思ってしまうと崩れた状態での練習が増えてしまうので、そこはちょっと避けた方がいいかなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。質問の答えで大丈夫でしょうかね。はい、はいはい、というわけで本日は大人の方に関する話をしていただきました。次回はちょっとジュニア向けの話を考えてお願いしようと思ってますので、選手のお子さんも持つお父様お母様や実際に選手のこう担当しているコーチの方などぜひ見ていただければというふうに思います。というわけで今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと一回切っちゃう。